特別展アリス、へんてこりん、へんてこりんな世界、展覧会サポーター、そして音声ガイドを担当された上戸彩さんです。どうぞこちらまでお越しください。こんにちは、上戸彩です。こんにちは、本日はよろしくお願いします。お願いいたします。メディア集まっていますが、すごいですね。はい、お話を伺っていきたいと思います。はい、まずは、不思議の国のアリスや、その続編になります鏡の国のアリスという2つの物語を、上戸さんはご存知でしたか？私が普段見ていた作品、馴染みのある作品が鏡の国のアリスと不思議の国のアリスの2つの作品がミックスされたものだっていうのを今回初めて知りました。そのアリスというものに対してはどのようなイメージとか印象をお持ちでしたか？そうですね、なんか女の子ならみんな通ってるんじゃないかなっていうぐらい馴染みのある作品だと思いますね。うちなんかは自然と不思議の国のアリスの仕掛け本が日本語バージョンと英語バージョンとあったりとか、あとはコスプレ、子供用のコスプレの衣装が置いてあったり、私もアリスとブランドがこうコラボした T シャツワンピースを持っていたりとか、なんか自然と家にありますね。ハンプティ・ダンプティの音楽が鳴るおもちゃがあったりとか。じゃあそのお子さんもアリスの世界をもう今接して楽しんでいるということですか？そうですね、3歳ぐらいに買ったのかな。その時は結構ブカブカだったアリスの服が、今ちょうどジャストぐらいになるんですけど、ちっちゃい自分より小さな女の子が遊びに来たら、その子に着させてあげて音楽かけて踊ったりとかしてます。今でもそのファッションもお子さん好きなんですね。そうですね、変身したくなる格好ですよね、可愛いから。はい、その挿絵というか仕掛け絵本は上戸さんがお子さんに読み聞かせをしてあげたりもするんですか？そうですね、読み聞かせもしますけど、もう仕掛け絵本なので本当にページをめくればめくるほどどんどん面白くなるし、アリスがこう落ちていく姿もビローンって伸びて、それを上から見るとちっちゃくなったアリスが見えたりとか、本当に仕掛けがちゃんと作られているので面白い本だなと思って、ただちょっとこう紙とか破けたら仕掛けにならなくなっちゃうっていうか、開いた時にその動きがなくなっちゃったりするのが親としては見てて怖いので、もう丁寧に触ってみたいな感じでしたけど、はい、大事に扱ってね。そう、大事に読んでねって言いながら、はい、まあ、そんなアリスの世界を堪能できるのが今回のアリス展になります。はい、先ほど上戸さんも一足先に会場の中をご覧になったんですが、いかがでしたか？時間が足りません本当に300点以上もの作品が展示されているので、一つ一つじっくり見るとなるともう全然時間が足らなくて、私が一番見たかった堂々の複合骨格は結構入ってすぐ置いてあったんですけど、自分が思っていたイメージの大きさと全然違くて、やっぱりこういう展覧会っていうんですか、私はあんまり見に行ったことがなかったので、実際に来るとこういうものも見れるんだなと思って楽しかったです。はい、もう本当にさまざまなジャンルの展示がありますからね。はい、中でも気になったのがその先ほどおっしゃった堂々鳥の骨格標本ですか？はい、そうですね、実際に見て私の頭の中ではやっぱりアニメーションのアリスが一番印象にあるので、目の前で複合骨格を見た時に突然実写化されたというか、あ、こういう鳥がいたんだ、このぐらいの大きさだったんだって、この堂々の周りをみんなで歌いながらこう回るシーンとかも、あ、この鳥さんを中心に動いていたんだなとか、いろんなものがこう映像化されましたね。はい、そうですよね。はい、他にも気になったものはありましたか？お茶会、あっちだったかな、はい、お茶会でプロジェクションマッピングを使ってるんですけど、なんか普通の展示だったらテーブルが置いてあって椅子が置いてあって、やっぱワンパターンの展示になっちゃうじゃないですか。
でもプロジェクションマッピングでそこがこう時間経過を感じることができるというか、はい、なんか今の技術を使ってこういう楽しみ方もあるんだなと思って、はい、驚きました。はい、なんかこう立体的になっているとよりその世界に入っていけるなっていう感じもするんですけど、はいはい、これはお子さんとかも楽しめそうですね。大人ももちろん、お子さんも楽しめそうですね。そうですね、何分かに1回変わるみたいなんですけど、ずっと立ち止まって次が来るのを待ってました。あ、しばらくそこで時間を使ってしまったんですね。はい、もう一回来ないかなと思って、なんかこう歩きながらすぐバーってプロジェクションマッピングが始まったらもう大当たりのお客さんですね。その前にチェシャー猫がいるんですけど、チェシャー猫もやっぱり私が学生時代流行ったキャラクターだったので、こう、あ、こんな感じでいるのねと思って一回見過ごしちゃったので、もう一回戻ってチェシャー猫をじっくり見ました。あ、やっぱりじっくりと時間をかけて見たい内容になってますね。本当に一つ一つが貴重で大切なものになっているので、見過ごしてしまうともったいないです。もったいない。はい、はい、この展覧会では本当に多方面からアリスの作品にアプローチをしています。でまずはの第2章の映画になったアリスなんですけれども、これまで数多くのアリスが映像化されてきました。うん、はい、上戸さんも女優として活躍をされていますが、印象に残っている作品何かありますか？あ、私が知っていたのはやっぱりアリス・イン・ワンダーランドが有名ですけど、今回は初めてアリスが映画化になった時の映像も見れるようになっていて、2分の映像なんですが、今見てもおしゃれなんですよね。それがなんかやっぱりアリスだなと思いました。やっぱり時代が変わると、あ、これはちょっと古いよねとか、今こういう表現の仕方しないよねってなりがちなんですけど、どれを見てもおしゃれで、はい、回ってておしゃれだな、おしゃれだなってもう何回言っただろうっていうぐらい、うん、やっぱりそれだけクオリティの高い、クオリティの高いいろんな方がこのアリスの世界を表現されているんだなって思いました。うん、おしゃれっていうふうに思ったということですけれども、うん、はい、その第5章ではアリスになるという展示がありまして、はい、アートやファッションについて展示されているんですが、本当にまさにおしゃれな世界ですよね。おしゃれでしたね。バレエ団の衣装も飾ってあったんですが、こんなに大きくダイナミックな衣装だったのかっていう驚きがあったりとか、ビビアン・ウェストウッドなんかはビビアンっぽかったですね。うん、かっこよかったです。来たいなって思いました。今日みたいなこういう発表会というかに来たかったです。破けたら大変だなと思って。初めて音声ガイドとされました。はい、ありがとうございました。感想であったり気をつけたところというのはどんなところですか？音声ガイドは斉藤匠くんが別の作品の音声ガイドをされているのを見て、わあ、なんかいいお仕事だなって、匠くんの声を耳元で聞きたいなって私がテレビを見た時に思ったんですけど、私がこうやるにあたってそう感じてくださる方がいたらいいなっていう思いでこのお仕事をやりたいなって思ったんですけど、この作品を 見に来る方が主役なので、その方に対して先入観とか変な気持ちにならないように、なるべくシンプルに、そいでそいでシンプルに、はい、喋ったつもりです。あえてそこまで感情を込めないようなという感じなんですか？そうですね、どうしてもやっぱ耳に意識がいってしまうのももったいないので、はい、だからといってもアリスになれるというか、アリスとしてのセリフもあったので楽しかったです。声を入れていて、あとクイズもあるので、はい、私は家で練習で読んでた時に娘が隣で何番何番って答えてたんですけど、やっぱり子供たちにもそういうクイズがあったりすると没入型ということで、自分も一緒にこうアリスの世界に入って楽しんでもらえるんじゃないかなと思いました。先ほど回られた時はご自身でガイド聞きながらでしたか？はい、1番だけ全部聞けてないんですけど、1番だけ聞かせていただいたんですけど、
自分の声に全然聞こえなくて、いい声だなって思いました。自画自賛するほどもう出来は良くなったんですね。自分の声に聞こえてしまうとなんか恥ずかしかったり、なんか違う意識が出てきちゃうんですけど、自分の声に聞こえなかったので良かったなと。私も先ほど聞かせていただいたんですけれども、はい、とってもこう寄り添ってくれているような感じで、とっても素敵でした。ありがとうございます、はい、世界観に合っているなというふうに感じました。ありがとうございます、はい、そしてでは最後に、はい、展覧会サポーターの上戸彩さんから、はい、アリス展に来場される皆様にメッセージをお願いします。はい、はい、今回このアリスの特別展、300点以上の作品が飾られています。170以上の言語で翻訳されている、親しまれているこのアリスという作品が、皆さんの心にもっと深く刺さることを願っています。本当にもういろんな作品が置いてあって、いろんな楽しみ方ができる没入型の展示会になっているので、皆さんぜひ、ここに足を運んで生の絵、生の洋服、生の映像を楽しんでいただけたらなと思います。上戸彩さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。